今日も星が綺麗やな。我が愛犬よ、私が信じられるのはお前だけなのだよ。お前の欲しいもの何でも言ってみろ。願いを叶えてやるぞ。あの青い地球が欲しいわ。地球か。地球はやがて私がアクシズを落として滅ぼそうと思っているが、お前が欲しいというのであれば今お前にくれてやろう。地球よ、待ち延びていろ。そこまでだ、カイロボット。地球はこの電子レンジマンが守るぜ。なんだお前は。噂の家電ヒーローというやつか。震えているのか、この私が。ナオミの人間というジャンルに当てはまるものに対して直接斧を振るうことに。ならこっちから行くぜ、天神頭突き。しまった、大気圏に突入してしまったぞ。このままでは燃え尽きてしまう。危ないところだった。あの怪ロボットはあのまま大気圏で燃え尽きたのか。それはどうかな。何バカだ、なぜ生きてやがる。あれだ、機体そのものを私が着陸するためのクッション的なものとして機体は破壊してしまったが、生身の私はこうして無事なのだよ。なんという科学的な能力だ。クライアン電子レンジパンチ。何、なんという速さだ。俺のパンチを避けるとはな。私は通常の3倍のスピードで動けるからな。君のようなヒーローの動きでもたやすく避けられるのだよ。今度はこっちから行かせてもらうぞ、シャーキック。どうだ、蹂躙される者の痛みを知れ。なんというパワーだ。これが人類の進化の可能性なのか。私はこのアースノイドとは違うのだよ。サイド3のやつだからな。宇宙のパワーで、宇宙から来た家電ヒーローの君にも負けないパワーを無重力のあれでやっているのだよ。死ねえ。うわあ、大さん、もうそれ以上はやめておいた方がいいんじゃないのかい。いい老後にしようか。ズバリあなたの勝ち目はないでしょう、シャア大佐。私とてこの親老人に手を出すほど落ちぶれてはいない。また会おう、電子レンジマン。ありがとう、地元の子供と老人、ありがとうな。ズバリ電子レンジマン、これからはもっと恐ろしい相手が次々にこの地球に襲ってくるでしょう。いい老後にしようか。だから頑張ってくれたまえよ、電子レンジマン。こうして子供たちと老人に守られた電子レンジマン、シャアへのリベンジはできるのだろうか。